皆さんこんにちは、こぜいチャンネル始まりました。はい、ということで今日の動画こちらにも出ているのでわかるかと思います。21日にリリースされた動物の森ポケットキャンプということで、スマートフォン版の動物の森をプレイしていきたいと思います。今までもね、64版、ゲームキューブ、DS などなど様々なね、ものでリリースされてきた動物の森なんですけれども、いよいよスマートフォンでもプレイできるということで、ずーっとずーっと心待ちにしておりました。ということで今日は妄想動画ではないんですけれども、ゲーム動画でいきたいと思います。チュートリアルはやってしまったので途中からやっていきたいと思います。はい、ではちょっとね、通信エラーなどがあったんですけど、それでは早速こちらをプレイしていきたいと思います。ちょっとプレイ画面が途中になっちゃってるんですけれども、こっから始めていきたいと思います。ちなみに、最初にキャンプ場のテーマを選べるんですけれども、私はファンシーにしました。それではブーケちゃんとのやりとりから始めたいと思います。あ、コウタンちゃん、成果とたしめるのってコウタンちゃんのおかげでよ、チェキ。やっぱ動物の森の醍醐味といったら、この独特な喋り方と、あと動物たちのこの最後の語尾だよね。でね、ちょっと思いついたんだけど、値的にこのキャンプ場になるともっともっと楽しくなると思うんだ。だとすごい、これはブーケちゃんのイメージかな。でもすごい可愛いね。でもここまで進化させられたらやばいよね。いや、頑張らないと。みんなで遊んだりできたら超素敵じゃない？にぎやかだね。そうでしょ？ゆっくりでいいけど、キャンプ場がにぎやかになっていくと嬉しいな、敵。そういえば、潮風ビーチにはもう行った？もし行ったことがなければ今から行ってみたらどう？誰かがいたら、あたいの時みたいにまたお手伝いしてあげないよ、チェキ。はい、ということで、なんか潮風ビーチというところがあるみたいなので、ここから進めていきたいと思います。では、マップを見ながら進めていきましょう。ちなみに、このマップはなんか3時間ごとにこう更新されていくみたいなので、まあ、要チェックって感じですね。その都度その都度。はい、では、潮風ビーチと言ったので、ここでですね、矢印がついているところ行きたいと思います。釣りができるみたいです。はい、では潮風ビーチに到着しました。すごいね、すごいリアル。魚がいる。タップして浮きを投げてみよう。あれ、これは一緒かな。あ、じゃあこっからまだあれですね、チュートリアルの続きですね。魚を釣ってみようということで、魚釣りをするみたいです。魚が食いつくとびっくりマークが出るよ。マークが出ている間にもう一度画面をタップして釣り上げようということで、これは以前の動物の森とやり方は同じみたいですね。ということで早速記憶を呼び起こしながらやっていきたいと思います。あ、全然違うところに投げてしまったけど、来た。よし、いけ。アジかな。お、アジだ。アジは定番。すごい。もうちょっと、もう一匹だけ。またアジな気もする。アジ、スズキはもう釣れる定番でしたね、動物の森では。はい、じゃあこの人にちょっと話しかけてみましょう。アポロ、僕がこの辺りを旅して回ってるアポロってもんだ。まあ、ここであったもの何か悩んだ、よろしく頼むぜ、ワイ。アポロさんと友達になりました。あれかな、さっきのアジをあげるのかな。よかったらこれあげる。お、ありがとな。お願いクリアだそうです。お願いされてないけど。はい、たくさんもらいました。多分この今もらったお礼の品のペラペラの素、キーの素ってあるんですけど、この多分キーの素っていうのは家具作りの素材になるやつだった気がします。
いやよかった、おめえっていいやつだな、かっこいいね。ありがとうございます。ちょっとハートが上がりました。いろんなところに行ってみようって書いてあります。すごい、あ、誰かいます。ちょっと話しかけてみましょう。 C さんと何をしよう。なんでもない。あ、こういうあれですね、なんかフレンドさんではないけど他のキャンプ場の方たちも所々に出現する形式みたいです。これは面白いね、いろんな方ともつながれるし、さすがオンライン、すごいね、いろいろある。いろんなところに行ってみようということなので、ちょっとここはまた後にして、とりあえずいろいろ行ってみましょうか。じゃあ隣のポッカリ島に出発してみます。はい、はい、ではポッカリ島に来ました。虫がいる、タップして捕まえてみよう。ここでは虫捕りができるみたいです。虫をタップすると網を構えてゆっくり近づいてきますだそうです。虫との曖昧がちょうどよくなるとびっくりマークが出るよ。マークが出ている間にもう一度画面をタップして捕まえよう。記憶をたどるとなんですけど、以前の動物の森はなんか別に虫の時はびっくりマーク出なかった気がします。なのでこれはもしかするとスマートフォン版ならではのあれかも、アイデアかもしれないですね。ということで、じゃあ虫を捕まえに行っていきましょうかね。難しいな、加減が難しい、加減が難しい。あ、ここにもいる。 え、どうやって捕まえるの。虫との間にびっくりマークは出るってあったけど出ないんだけど、こんな感じで、ダメだね。あ、いた、あった。これね、なんかね、この加減をするのが難しいね。え、どうやったらびっくりマーク、いけ、あ、できました。オオカバマダラというのを捕まえました。これね、結構難しいかも、釣りよりも難しい。ゲーム機でやってた時の感覚で行くと捕まえられないから結構練習しないとかも。あ、また何かいる、イカのマークが出てる。これはお願いのあれなのかな。お、なになに、お前宣伝なのか。おいらはつばくろ、同じ旅仲間が増えてなんだか嬉しいぞ。これから旅先で会ったら仲良くしてくれよな。で、おます。世間話でも赤くなってるので、キャンプをしてるとさ、なんか手前も出てこないか。しかもこういう時に限って何か話せなかったりするんだよな。そんな時に助けてもらえるとすげえ嬉しいぞ。で、おます。あ、そうです、助けを求められている感じですね。なんだか遠回しに言っていますが、これちょっと後でやりましょう。はい、ということでちょっと遊んでみたんですけれども、なんだかすごくやることが盛りだくさんな気がします。まだとりあえずマップでも行けてないとこが何箇所かあるので、まあ、ちょっとね遊んでいきたいと思います。で、多分また次の動画を上げるときはちょっと進んだことをやってると思うので、またちょっと機会があったら動物の森上げていきたいと思いますので、ぜひ懲りずに見ていただければと思います。はい、で、そして最後に動物の森がリリースされたということで、これから私もいろいろプレイしていきたいなと思ってるんですけれども、なんとですね、こちらフレンド登録もできるみたいなので、この動画の概要欄に私のモンストのツイッターの URL を貼っておきます。で、ツイッターの URL から私のページに飛んでいただくと、私のこの動物の森のフレンド ID を載せておきますので、ぜひこの動画を見てどう森やっている方はフレンド申請していただければと思います。できるだけね、承認していきたいと思いますので、先着順でいきたいと思いますので、ぜひどしどしフレンド募集お待ちしております。ということで、最後まで今日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の動物の森の動画もお楽しみください。またチャンネル登録と評価ボタンもよろしければお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。